というのはその試合の流れを考えても大きかったね前半だと思いますよね。さあクロスが入ってロナルドのところ収まってかわして左足シュート決まったー。新潟追加点、レオナルドが収めて左足で流し込みました。前半の30分、新潟の堀米ワンタッチで抜けてマイナスのボール、レオナルド再び右足で放った2点目、新潟追加点が決まりました。前半の18分、レオナルド今シーズン17点目。上げるように釣り出したからにはしっかり裏を狙いたいですかね。まあ、これのでスピードアップですね、はい、そしてレオナルドが前を向く、拾いが対応しているが川口のクロスボールファーサイド、レオナルド清水が止めた。こぼれたボール、このルーズなボール奪いました。レオナルドドリブルで上がる、フェルナンジーニョが左にいる、スピードを上げる、フェルナンジーニョにボールを渡す、庭が対応する、どうだ、中に折り返してレオナルドのシュート、決まった。右へ渡してこれは加藤、残す中央から手を挙げているのはレオナルド、さあ加藤だ、レオナルド点でシュート、決まった。レオナルド加藤から点で合わせた絶妙のパス、点で決めてったレオナルド、今季6点目。